こう言ってはなんだが、俺は若くして成功した画家だった。それがとあるディーラーの目に留まったおかげだったのは、まあ否定できないだろう。お前ほどの才能があるなら海外でデビューした方がいい。日本人は日本人の才能を決して認めたがらないからな。やり手と噂されるその男は、両親さえ納得してみ、説得してみせ、俺は10代の多感な時期をヨーロッパで過ごすこととなった。先生ともその時別れることになってしまった。だが、鮮烈なデビューを飾り、個展を開いてほしいという依頼が次々と舞い込むにつれ、そんな寂しさを忘れていった。はっきり言って俺は有頂天になっていた。やり手と呼ばれる人の多くがそうであるように、俺を見出したディーラーはあまり評価のいい男ではなかった。いわく芸術の本分たる美の探求を忘れ、金儲けに走っている。だが俺はそんなこと大して気にしちゃいなかった。金が入ってくるってことは、それだけたくさんの人に自分の作品を見てもらえるということだ。芸術家として一体どんな不満がある？やがて大手とされる企業からも案件が舞い込んでくるようになった。だがその手の仕事は、あなたが過去にお書きになったこの作品みたいなものをと要求されることが多い。最初はよくバカにされたような気分になったものだ。だが俺はその度にディーラーの男に説得されていた。達也、まずはお前の実力を認めさせてやれ。そうすれば自由に描かせてもらえるようになる。お前ならできるさ。俺はお前の才能を信じてるからこう言うんだぜ。だが実際には描けば描くほど、売れれば売れるほど、また同じものをと要求されるようになるだけだった。俺はいつの間にかガタンでコピー機と呼ばれるようになっていた。それでもまだ陰口を叩くような連中を軽蔑し、耳を貸そうとは思えなかった。しかし、ヨーロッパ時代の友人が個展を開くと聞いて、久しぶりに会いに行った時のことだ。俺はそこで愕然とする羽目になった。以前は俺の方があらゆる点で彼を上回っていた。だがいつの間にか技術的にはほとんど違いがないほど差を詰められていたのである。コピー機なんてやっているうちに、俺はすっかり向上することを忘れていた。そのことにようやく気づかされたのだ。僕も達也みたいに代表作となるような作品を描けば変わってくるんだろうけど、やっぱりまだまださ。彼はそう言って照れくさそうに笑ったが、俺は敗北感でいっぱいだった。確かに売れているのは俺の絵だ。だが、うまさではもう彼の方が上だったかもしれない。売れていることがこれほど恥ずかしいと思ったのは初めてだった。その頃から徐々に筆が進まない日が増え始めた。絵を描くのが苦痛になりつつあったのだ。ついに俺は休業を申し出たが、ディーラーは決してそれを認めようとしなかった。今は辛いかもしれないが、描かなくてはスランプは乗り越えられないぞ。ほら、こんなにもたくさんの人たちがお前の作品を待っているんだからな。多額の契約金、それに伴う莫大な違約金、コピー機が吐き出したような絵をありがたがる大衆。俺は神経をすり減らしながら、なんとか現状打破しようとあがいた。すがりついてしまったのは説得されたからというより、誰からも、顧みられなくなることに対する、恐怖からだ。コピー機やコピーさえできなくなったら、きっとお払い箱にされる。
だがあがいてもあがいてもますます書けなくなっていくばかりで、焦りは日に日に重く大きく俺は押しつぶされそうになっていた。そんな俺が先生の訃報に接し、サキと出会ったのはまさにそんな時だった。あの瞬間は掛け値なしに運命を感じた。彼女は長い夜の後、ようやく迎えた真新しい朝を照らす最初の光のように暖かく、俺は神に祈るごとく感謝を捧げる思いだった。そして俺は、さっきを描いた。本当に久しぶりに心から描きたいと思うものを永遠に封じ込めたいと願うほどの美よ。一枚の絵にあれほど満たされ、あれほど救われたことはない。俺の生涯でも最高の一枚になるはずだった。でもだからこそ、その絵を誰にも見せないことに決めた。自分だけの美しいものは誰にも理解されなくてもいい。完成した作品を先に託し、俺は取り戻した自信を胸に、画壇へ返り咲くはずだった。だがどうして想像できる？先生が俺の絵とほとんど同じと言っていいような絵を残していたなんて。運命のいたずらにしたってひどすぎる。だが俺にもそれが盗作でないと断言することはできなかった。美しいものを見た時は脳みそのスケッチブックにしっかり書き留めておきなさい。俺は律儀に先生の教えを守り続けてきた。そして先生の作品はすべて俺の頭の中に刻みつけられている。細やかな癖や好みまでも知り尽くしていた。全く知らぬ作品だとしても、似てしまったことまでは多分偶然ではない。やはり俺はただのコピー機だったのか。自分自身の才能に対する疑惑、疑問は、汚泥の、累積した底なし沼のように俺を捉えて離さず、いくらあがいても苦悩に沈みゆくばかりだった。生涯最高の一枚と自負していたのに、それさえオリジナルと呼べないのなら、もう何を書いていいのかわからない。もはや筆を取ることさえ恐ろしく、全身の痙攣、止まらぬ嘔吐感、全身にまとわりつく倦怠感、そして不眠。ろくに食事も取れず、眠れもしないのに、ベッドから出ることさえできぬ日々。許してほしい、許してほしい、もう書かないから許してほしい。それは世間に対してか、あるいは芸術の神に対してか。俺は誰に対してかもわからぬ祈りを捧げ、ひたすらに許しを請うた。10年間。そしてようやく、人並みにの暮らしを取り戻し、やりたいことだけ少しは見つけたつもりだったのに、俺はまだ許されたわけではなかったのか。先生。でけえ。でかすぎてシートベルトが奥行っとるもんな。本当はシートベルトの付け方としては良くないんだけどな。けどでかすぎてしゃあないんだろうな。はっとして振り返ると、透明な車窓から夕日がにじみ、彼女の瞳を彩る長い彼女の瞳を飾る長いまつげがかすかに輝いて見えた。
ナビシートに座る昨夜はこちらに笑みを向けたまま悠々と足を組み直す。俺は自分がハンドルを握り帰りの車中にあることを思い出す。どうも信号も急カーブもない高速道路を走っているとつい余計なことばかり思い出してしまうようだ。また上の空ね。資料館まで私を追いかけてきてくれた時からなんだかぼーっとしているわよ。まるで恋する乙女のように。かもな。実は片思いの叶わぬ恋に悩んでるんだ。もちろん、ジョークのつもりだったが自分でも妙にしっくりきてしまう。ダメだった恋の方が未練を残しやすいものだ。けどだからといって一旦別れた相手とよりを戻すのが激しく苦痛なのと似ている。そうじゃない人間もいるだろうが少なくとも俺はそうだ。たっちゃん先生の好きな子ってひょっとしてうち？だったら昇進のあなたを私が癒してあげてもいいのよ。せっかく二人きりなのだから。いや、今普通に後ろのシートからイロハの声がしてたろ。ダメよ。あなたには私だけを見ていてほしいわ。あなたの隣にいる私だけをね。一応今運転中なのだが俺は前を見なくてもいいのか。ま、釣れないのね。今二人が同じ時を過ごしていること自体を運命だと信じることはできないのかしら。あの、クルス先輩、誰が鍋島先生の隣に座るかじゃんけんで決めようと言い出した挙句3回もやり直しを要求された時点でもう運命ではないような。そうだよ、咲夜先輩、うちとサキピにコンビニスイーツ3回おごってくれる約束も忘れちゃやだし。その程度で運命が変えるのなら安いものよ。一つだけとは言わないわ。好きなだけ買い占めなさい。それを3回でいいわ。わーい、昨夜先輩太っ腹だし。本当にいいんですか？でしたらその妹の分もいただいていいでしょうか。いいのかそれで。なんとなく俺までコンビニスイーツに負けた気分だが、まったく。こいつらが一緒だと悩んでる暇もありゃしない。いや実際俺はそのことに救われているんだろう。3人にはもっと感謝すべきかもな。さてと、ようやく二人きりになれたわね、先生。だから二人ではないだろ。だが女子高生にとってスイーツの力はよほど偉大だったのか。もうリアシートからチャチャが入ることはなかった。別にいいじゃないの。古民家を見ていた間、あなたは他の女の相手ばかりしていたのだから。絵を描くことだけがこの部の目的ではないと言ったはずよ。歴史の資料を読み解くのも大事な活動だわ。顧問の先生には教え子を平等に見てもらわないとね。無理やり就任させられたようなものだがな。第一、俺はまだ部の名前もちゃんと覚えられてないのだがな。普通こんな子もいるか。けど悪い気分ではなかったんでしょ。結局私があげたスケッチブックには何も書かなかったみたいだけど、最初の方は生き生きしてるように見えたわ。かもな。今はなぜか少しぼんやりしている。
でも変化はあったと思っていいのかしら。それがいいものか悪いものかは別としてね。と後ろで軽く息を飲む気配がしてバックミラーへ視線をやる。そこでサキがイロハと今日描いた絵を見せ合っていた。ただなんとなくこちらの会話を気にしているような雰囲気があった。それに感づいているのかいないのか、昨夜は意味深な言葉を投げかけておきながら口元にゆったりと微笑を描いている。ずいぶん嬉しそうじゃないか。ええ、もちろん嬉しいに決まっているわ。どんな変化であれ、私があなたに刻んだ爪痕なのだから、血を流してかさぶたができた後も体に残ってくれたらなお嬉しいかもしれないわ。そりゃド S の発想だ。だいたいお前一人に受けた影響じゃないんだがな。視線を上げると今度はバックミラー越しに思いっきり先と目があった。ただ彼女はすぐ慌てたように視線をそらしてしまう。しっかり遅くなってしまったからのんびりはできないと思うが、これからまだ美術館に行くでいいんだよな、サキ。もちろん。そうしてもらえないと困ると言いますか、無駄になると言いますか。とにかく先生に連れて行ってもらえると助かります。ああ、もともとその予定だったからな。うちも行きたい。ぶっちゃけ今日でアートに目覚めちゃったかもだし。すぐその気になってくれるのはまあイロハのいいところなんだろう。ならやはり鉄は熱いうちに打つべきか。そうやってデートを遅くまで引き延ばそうだなんていけない大人だわ。いつからデートになったんだ。同好会の活動だと言ってたのはお前だぞ。あら残念ね。あなたが部活動を口実に終電がなくなるまで女子高生を連れ回そうというのなら、私も覚悟を決めたかもしれないのに。悪いがこっちも逮捕される覚悟などない。そう、俺には何の準備も覚悟もなかった。だからあんなのはほとんど不意打ちだったと言っていい。多少先の態度を怪しく感じていただけで、美術館で一体何が待ち受けているのか俺は想像さえしていなかった。それでも夕日が立ち止まることはなく、東の空から早くも夜が迫っていた。みんな見て見て、大仏さんの絵だよ。ほら大仏さん。へえ、こういうのは日本画でいいのかしら。確か日本三大仏に入っているのよね。おい、あまり大きな声を出すなよ。タグ片足音を立てて格調高い木目調の床を、進みながら俺は迷わず長い息を吐き出してしまう。ただ到着が閉園30分前のギリギリになってしまったのは俺が道を間違えたせいでもある。幸いにほとんど客もいないようだし、あまり強くは言えないか。まったく現場周辺になると急にナビをしなくなる。ナビがいけないのだ。てか日本三大仏ってのはなんだ。大仏って奈良と鎌倉以外にもあるのか。なんだかすみません先生。どうしてお前が謝るんだ。お、俺がさっきあいつらが騒いでいた大仏の絵か。つい足が止まり、さっきと肩が触れ合ってしまう。ごめんなさい。だからさっきが謝ることないだろう。こっちこそすまん。いえいえ、私のわがままで美術館を加えてもらったわけですし。何を企んだよ。
そのせいで強豪軍になってしまいましたよね。仕方がないさ。また今度改めて来てもいいはずだからな。ちなみにイロハとサクヤはすでに次のエリアへ行ってしまったらしい。何せ30分しかないからな。本当はゆっくり見て回りたいところだが、俺も壁に沿って歩き出し、順番に鑑賞していくことにした。もういいんですか？さっきの絵気になっていたのでは。俺は日本画には疎いもんでな。まあ興味はあるってところか。使ってる絵の具が違うせいで遠目にも色味が独特だし、ほとんど陰影をつけない上に、ほら輪郭線がはっきりと描かれているのも西洋画と全然違うだろう。確かゴッホやモネなんかの印象派の巨匠たちも日本の浮世絵に影響を受けたんですよね。鍋島先生みたいに。まさかさきは世界中の教科書に載るレベルの巨匠と俺を並べてるんじゃないだろうな。しかしこのエリア一体どういうコンセプトなんだ。日本画も水彩画も油絵も混在して展示されているようだが。ああ、この美術館って郷土の景色をモチーフにした作品や地元出身の画家が描いた作品の収集にも熱心で、時々コーナーを作ってくれるんですよ。おお、ひょっとしてさっきの大仏もこの近くにあるのか。詳しいんだな、さっきは。実はここの館長さんは母が大学時代お世話になった方らしくて、私もよくしてもらってるんです。先生の？まさかそういうつながりがあったのか。だがそんな立派な人が知り合いにいたなら、その人から絵を習えばよかったんじゃないか。私の先生は先生だけだって決めていましたから。さっきは上目遣いにはみかみながらも瞳を汚れのない色に輝かせていた。だが俺は今まで以上の居心地の悪さを感じてしまう。だが実際俺は絵を教えるのには向いてない。そんなことないと思いますけど。いや、俺はお前には人物より風景に才能があると思っていたんだ。でも今朝は先生が人を入れた方がいいって言ってくださったんですよ。ああ、正直に言えばさっきは人物を入れすぎていて、絵の主張がぼやけているし、技術的にもったいない部分が残っている。あ、違う。技術的にも拙い部分が残っている。だが、それでもなお、人々が咲かせる色とりどりの笑顔には、まるで春の野原のように、素朴ないじらしさがあった。今日になってようやく気づいたからだ。最初、正確に描写するのが得意なサキは、生物や風景の方が向いていると思った。だがまだまだぎこちないはずの笑顔にこそ体温を感じる。どうも俺は今までお前が見せてくれた人物画の方がずっと好きらしいってな。先生、一旦は否定しておいて、虫がいいと軽蔑してくれてもいいぞ。これには多分俺が人物画にとりわけ笑顔の絵に苦手意識を持っていることが影響している。無意識に避けようとしていたのではないかと問われれば自分でも否定できないだろう。それでも私には先生のアドバイスが間違っていたようには思えません。俺も一応はプロだったんだ。もっともらしいことくらい言えるさ。と不意にサキの足が止まってしまう。彼女は痛みに耐えるように唇を噛み、どうしてか悔しげに表情を沈ませていた。
すまんな。だが俺の言うことはあまり信用しすぎるな。ほらもう行こう。さっきこそ見た絵があったんじゃないのか。やっぱり先生は。だがそこへ今度はイロハが勢いよく駆け戻ってくるのが見えた。たっちゃん先生、たっちゃん先生ってば。たっちゃん先生のフルネームって鍋島達也でいいんだよね。こら、美術館で騒ぐなと言ってるだろ。いいから。お鍋の鍋にひょっこりの島、立ってるにちょこちょこちょこっとした字の野生。どういうことよ。全然伝わらんが多分合ってるかな。いや、だからどうして名前が？ああ、そういうことか。やったな、こいつ。いきなり後ろからキュッと袖をつかまれ、またもさっきのまっすぐな瞳にぶつかった。迷いを抱えたまま、それでも覚悟を決めたもののように、弱々しく揺れながらも、彼女は決して目をそらそうとしない。先生、とにかく見に行ってみませんか？なんだ、どういうことだ？自分でも本当は余計なことをしてるんじゃないかってためらいもあったんです。こんなのは独りよがりでただの言い訳に過ぎなくて、また先生に負担をかけてしまうだけかもしれないって。けどそれでもこれだけは今伝えておかなきゃいけない気がするんです。おいおい、怖いな。あまりにも澄んだ純粋な視線を前に、弱さも醜さも何もかも見透かされてしまいそうで身がすくむ。あるいはここの館長が先生の知り合いだと聞いた時点で多少は察しがついていたのかもしれない。さっきは俺の手をつかみ直すと、しっかり者の母親がぐずる子供を引っ張っていくように力強い足取りで歩み出した。ちょっと、サキピもタッチャン先生も置いてかないでってば。奥のエリアに入ると、その背に一枚絵を隠すようにサクヤが仁王立ちしているのが見えた。その様子は闇夜の森に吹く不吉な風のように俺の胸をざわつかせた。ひょっとしたらとは思っていたけれど、鍋島達也で検索しても全く別人の顔が出てくるものだから確証はしていなかったわ。当時は私もまだ小さかったしね。お前まさか調べたのか。あなたの反応を見る限りどうやらそういうことだったようね。昨夜でさえどこか痛ましげに同情をにじませていた。これだけ SNS が発達した現代において、そうそう過去を隠し通せるものじゃない。絵描きとバレた時点でいつかは知られることだった。分かりきったことだ。分かりきったことをわざわざ確かめたくなかった。なのに長く淡い色の髪が揺れ、昨夜は背中に隠していたものを晒してしまう。ああ、それでも。なんでこれがここにあるんよ。鍋島達也。青い少女の、肖像。なんでこの絵がここにあるんだよ。館長さんが所有者の方に展示の許可を得て借りてきてくださったんです。私からもぜひにとお願いしました。そう、他にいない。話の流れからも予想できていたはずなのに、目の前のものを受け入れることができない。俺の足元だけ地震が起きているみたいに膝が震えだし、今にも崩れ落ちてしまいそうだった。ただ、所有者の方もあらぬ噂で不当な評価を受けていることが不満だったらしく、少しでも名誉を挽回できるなら、と心よく応じてくださったそうです。見る人にはちゃんと伝わっていたんですよ。鍋島先生の絵がどれだけ素晴らしいかってことくらい。じゃあやっぱりこれたっちゃん先生が描いたの？すごすぎくない？てっきり美術館って昔の人の絵を飾るとこだと思ってたし。
普通、生きている画家は自分で個展を開くか画廊に委託するはずだから、そうそうあることではないでしょうね。でも素人目にもそれだけの価値があるとはっきりわかるわ。最初は誰もがそう言ってくれた。望んだことではなかったが、それでも称賛と、なんだこれ、羨望？存亡？知らん。を一心に浴びて悪い気なんてしなかったさ。だが、ならさ、こっちのは何なの？似た感じの絵なのに別の人の名前が書かれてない？だがここに飾られている絵は一枚じゃなかった。そっちもあるんだ。先生の絵だ。よりによってなぜこの絵と並べられている？そりゃそうやろ。この絵って2対で1つやろ2つで1つの絵やろこれって盗作疑惑。ネットにはそう書かれていたわ。当時はかなり騒ぎになったみたいよ。わけわかんないし、確かに似てるけど同じってほどじゃなくない？ネットの炎上騒ぎなんてそんなものよ。それは頭の中は煮立ったシチューのように熱を持ち、めまいを起こしそうなほど思考がぐるぐるとかき混ぜられる。落ち着け落ち着け。今にも砕けてしまいそうな精神をなんとか支えようと懸命に自分に言い聞かせる。そこで突然両手が暖かな体温に包まれる。顔を上げると目の前に、さっきの潤んだ瞳があった。細く白い指から伝わるわずかな心音が、過呼吸寸前の俺にエネルギーを与え理性を取り戻させる。聞いていただけませんか？お、この絵の誕生日分け。母の日記によると、教え子の中で一番思い出深いのは鍋島先生だったそうです。むしろ自分の方が教えられることが多く、鍋島先生の絵を参考にしていたくらいだと。え？少女と見つめ合ったままあんぐりと口が開いていくのがわかる。教え子の前で間抜け面を晒しているというのになかなか口を閉じることができない。じゃあまさかサキピのお母さんの方がたっちゃん先生の絵に寄せてたってこと？さすがに盗作とまでは言えないと思いますけど、似てしまったのは偶然ではないんでしょうね。まさかそんなことが？俺が先生の言葉を忘れられなかったように、先生もまた俺の影響を受けていたというのか。けどやはりすぐには気持ちが追いつかない。俺は淡い明かりを落とす蛍光灯を見上げ、視界がやけに滲んでいることに気がついた。それに、ごめんなさい鍋島先生。私が本当に見せたかったのは、この2枚ではないんです。おや？どういうこと？他にまだ何があるというの？サキは大きくなずくと、次のエリアへ向かって歩き始める。みんなもその後に続く。彼女に手を引かれながら、今度は俺も恐ろしさより好奇心が勝った。はあ、よかった。館長さんはお願い通り、ちゃんと展示してくれていたみたいです。ほら、これなんです。鍋島先生に、これを見てほしかった。そこには、色とりどりの絵が壁一面を埋め尽くすほど無数の花となって咲き乱れていた。そのすべてが先生の描いた絵だった。それだけではない。すべて咲きだった。へえ。少しずつ成長していく彼女の一瞬一瞬がキャンバスの中で時間を止め、永遠の輝きの中に閉じ込められていた。先生にとってこの子こそ自分だけの美しいものなのだと言わんばかりに、何枚も何枚も、おそらくは何百枚も写真ではなく絵で
その途方もない労力と呆れるばかりの熱量に俺はただただ圧倒されてしまう。母が残してくれた絵は一枚きりではなかったんです。さっきと離れ離れになってからこの期間にこれだけの数を。はい、父と別れてからも父から送られてくる写真をもとに母は私の絵ばかり毎日描き続けていたそうです。母が亡くなるまで私はそんなことも知らずにいたんです。サキピー、泣くまいと自分にはそんな資格さえないと信じ込み、あの日彼女は小さく背中を震わせていた。その無垢な美しさがまざまざと脳裏によみがえってくる。でもだからこそ私は母をみんなに知ってほしいと願った。だから公表を決めたのに。マスコミの方が取り上げてくれたのはさっき見せたあの一枚きりだったんです。何百枚と書かれた中でその絵だけが俺の作品と似ていたから。悪意のある切り取りというわけね。それが一人の画家を引退へ追い込んだ真相だと。ひどい。いくらなんでもむちゃくちゃすぎくない？うちまでムカムカしてきたし。だってサキピの気持ちもお母さんの気持ちもタッチャン先生の気持ちも無視して、こんなのただバズって盛り上がればいいってだけしょ。かつ先生も言っていた。自分だけの美しいものは誰にも理解されなくてもいい。それをみんなに分かってもらおうとするのは少しだけ疲れることだから。あれはまさにこういう事態のことを言っていたんだろう。私も何とか真実を知らせようと当時父に頼んで SNS に書き込んでもらったこともあるんです。けどまるっきり相手にされず、父もなんだか歯切れが悪くなっていって、せめて私が自分で投稿していればと。いや、サキの父親は正しいさ。それでも悪意の濁流にたった一人で抗おうとする者がいた。たった一人でも俺には味方がいる。そう分かっただけでも救われた。画家として築いてきた地位さえ捨ててもいいと思えた。結果的に書けない重圧からも解放されたのだから。だが、さっきの瞳にはみるみる涙の膜が張られ、なおも痛ましく、後悔と罪悪感をにじませていた。鍋島先生は絵の話をするとき、いつもどこか辛そうでした。今日だって絵を描こうとしただけで、なんだか様子がおかしくなってしまって。うすうすは察してるつもりでいたくせに。けど私にとって鍋島先生に絵を教わる時間は特別で、他に変えようがないほど輝いていたから。分かっていて目を閉じていたんだと思います。踏み込むことをずっと恐れてきました。もしこのことを直視してしまったら、もう先生に絵を教えてもらえなくなるかもしれないから。いや、いや、ちゃんとわかる。俺から教えを請うために彼女なりに必死だったということくらい。なのに自分から、過去を蒸し返すことにリスクを感じたとして誰が責められるのか。俺だって自分が無理しているという自覚くらいあった。けどどこかでずっと喜びも感じていた気がする。他でもない先に絵を教えられるということに。けどせめて母の絵のことだけでももっと早くに伝えられていれば、そこまで鍋島先生を苦しませずに済んだのではないかと。それも分かってるつもりだ。
もともと正体も居所も隠して生きてきたのは俺の方だ。この子には真実など伝えようがなかった。再会してからも頑なな態度を取ってきたのは俺だ。いや違うでしょ。おそらくあの時いきなりこんな話を聞かされても半信半疑にしかなれなかったろう。むしろ刺激が強すぎて予期せぬ拒絶反応を起こしてしまったかもしれない。でも母が作品を世の中に発表しなくなったのを鍋島先生は書くのが嫌になったからだと思ってるんですよね。それも違うと言うんだろう。そんなのは先生の作品を前にすればあまりにも明白だった。だが同時にわからなくなる。なあ、じゃあならあの先生がどうしてヒステリーなんて。うちはいろいろと古風な考えの家でしたから。さっきは今度こそ悲しみの重圧に耐えきれなくなったように瞳を伏せる。家庭に入ってから母はずっと親戚中に良き母親であることを強要されるような圧力をかけられてたらしくて、気がつくと絵を描くことさえ許されないような空気になっていたんだそうです。そのせいで何年も筆を持つことさえできなかったと。残念ながらありがちな話ではあるわね。ええ、父は母をうまく守ってあげられなかったことを今でも悔いてるみたいです。おかげで私は自由にやらせてもらえたりする面もあるんですが、これってつまり母はずっと描きたかったということじゃないでしょうか。描けないことに苦しんでいただけで、本当は私のことも愛してくれていた。そういうことですよね。作品を発表しなくなったのはただ単にガタンの白絡みに嫌気がさしただけで、書くことまで嫌になったわけじゃないというのか。ええ、だってその後も母は鍋島先生に絵を教えていたんですよね。なのに親戚からの圧力でそれさえ許されなくなったと。その時さっきの肩が震え、それが首筋を這い上がり、まつげの先まで伝わっていた。直後に瞳の端から透明な雫がこぼれ出してくる。はい、私はようやく母が亡くなってからそのことを知ったんです。だからもっと絵を通じて母を知ってみたいんです。ああ、そう言っていたな。だがきつくきつく腕をつかまれながら、その言葉が持つ意味を生命あるものとして胸に刻みつけられたのはようやくこの時だったのかもしれない。ねえ先生、先生がそんなに苦しんでいるのも本当は書きたいからじゃないんですか。書きたいのに書けないからそんなに苦しいんじゃないんですか。あれ？え？たっちゃん先生。いきなり俺の目からも涙が溢れ出してきた。熱くも冷たくもない体温と同じ温度の涙は初めからずっとそこにあったもののように、天の雨雲からさめざめと降り注ぐ当たり前の自然現象のように、ただ次から次へと滴り落ちていった。あの鍋島先生、大人の男の人でもきっと辛い時は泣いてもいいんだと思います。ですから、あの、そうだよ、たっちゃん先生にはさ、うちらがいるじゃん。たっちゃん先生がうちを助けてくれたんだよ。だからうちは何があってもたっちゃん先生の味方だし。ええ、からかってるわけではなく
今は私も他の子と同じよ。あなたが落ち着くまでそばにいてあげるつもりだわ。これが初めてというわけではないのだから。先に手を握られたままイロハとサクヤにまで、何やったっけ、ヤシムだったっけ、忘れたのような優しさで、背中を撫でられてしまう。違う、これは違うんだ。いくらそう言っても涙は止まりそうにない。教え子の前だというのに、女の子の前だというのに、情けないくらいに頬を濡らしながらこらえようもなく、顎先からボタボタとこぼれ落ちていく。俺はひょっとして書いてもいいのか。俺は書くのがつらかった、書くのが苦しかった。書いても書いても誰かのコピーをしているみたいで、自分をすり減らしていった。なのにそれでも俺は絵を嫌いになれなかった、描きたい気持ちを消せなかった。俺も先生みたいに自分だけの美しいものを見つけて、キャンバスの中で永遠と一瞬を一つにしてみたい。そんなことを本当に許されるんだろうか。いや、誰よりも鍋島達也を許せずにいたのは俺自身だったのではないか。でもだからこそ簡単には許されないのだろう。だけどもしその時が来たら、3人の少女に囲まれながら、おぼろげに俺にも書きたい人が いるような気がし始めてきた。長い長い夜の後、白く濃い霧に遮られながらも、かすかに届く、陽光でいいのかな、が少しずつ明るさを増していくように。あけぼのの光かって何て読むんやろ。その果てにあるものが希望だと信じてみたくなる。俺にももう一度だけ。証拠なんだ。これで終わりかな。おお。はい、ということで、まあ2022年の6月24になってますが、任天堂スイッチ版は、現在発売中ですのでね、ぜひね、甘えみ、プレイ気になった方はプレイしてみてはいいのではないでしょうか。はい。こんな感じでね、まあアザラシソフトさんに関しては別のソフトもある、ゲームも発売したばっかのやつがあるから、気になる方は試してみたらいいのじゃないかなとは思います。はい、そんな感じでこれで終わりかな。甘えみ。はい、ではお疲れ様でした。